私の名前はエミ先生よ。このおパンツ高校で保健室の先生をしているの。はい、ということで皆様大変お待たせいたしました。大人気企画保健室のエミ先生コーナーでございます。はい、ということで今回の授業はですね、前に保健室企画でやった初体験の教科書ということで、未経験な子に向けてのこうハウトゥーだったりとか、気をつけた方がいいよみたいなことをお話しした動画があったと思うんですけれども、あの動画がかなり好評だったので、もうちょっと深く掘り下げて、初めての子じゃない子もぜひ参考にねしていただけるような企画でございまして、大好きな彼と営む前に気をつけていることをおパクラ先生たちに今日は募集してみたので、ぜひねみんなの参考になればいいなと思って今日は読んでいこうと思います。で、企画を始める前に、まあ、ちょっと伝えておきたいことがあるんですけど、このね保健室企画っていうのが下ネタとかそういうことをお話ししたい企画とかじゃなくて、学校のさ保健の授業とかでは学ぶような、例えば性教育だったりとか体のお話だったりとか、実際にさ聞きたいところとか、ここまで知っておきたかったなみたいなところって学校とかで教えてくれないじゃないですか。ああいうのを私のね動画とかを通して、もっともっと現実的なことをお話ししてみんなに勉強していってほしいな、私のね視聴者さんだったりとかフォロワーさんだったりとか、おパクラのね大先輩たちが経験したことを実際の経験者の声として、まだ未経験の子とかにこうやってお話をできる場になればいいなと思ってこの企画をやっているので、まあちょっと保健室企画イコールちょっと性教育とか学校とかでは聞けない体のお悩みとかをする企画だと思っておいてください。はい、ということで、営みの前にしていること、気をつけてることを教えてください。脱ぎやすい服装、これはね大事ですよね。なんか例えば韓国通販とかで買ってたこうなんかバツバツのワンピースとか着ていったりすると、こうなんか脱ぐ時にちょっと気まずい感じにね、脱げなくないみたいな流れで、まあ、なるべくね脱ぎやすい服装、まあワンピースとかね結構いいと思います。ゆったりしたワンピースとか。膣洗浄する、やりすぎたらダメみたいだけど匂いが気になっておかげでいつも無臭と言われる。お、膣洗浄ってすごい、ちょっと調べてみます。私もやったことないんだけど、なんか病院とかでやるもんなのかなって思ってたんだけど、ちょっと見えにくいかもやけど、こういうなんかスティック状みたいなスポイトみたいなやつで洗うっぽいですね。自分でねケアできるものみたいですね。いなきゃいけない菌とかもいるんだよねこの中にね。アイライン全剃り、 V は残してる。私ねこれはかなりいい意見だなと思ったんだけど、結局アイラインとオーライン、まあ、アイラインとオーラインか分かんない人にちょっとお話しすると、表面の部分からお尻の穴にかけてのこの割れ目の部分、分かるかな。私は VIO 全部、脱毛を当ててるので生えてこないようにしてるんですけど、まあその理由としては27歳、今年8にもなることだし、別にこう今更見せたところで別にツルツルとかどうでもいいんですよ。彼もいるし、なんか自分の楽さをとって生理の時とかにまずツルツルだと蒸れないし清潔を保ちやすいかなって思ったのと、まあ、とにかくやっぱ楽なんですよね。だから、まあ、毛はね全部いらないかなと思ったんだけど、やっぱり男性の意見を聞くと全部ツルツルだとびっくりしちゃうっていう方の意見が多かったりとか、あんまりこうまだ理解とかしてない方だとなんかちょっと遊び人って思ってんのかなとかいう男性もなんかたまにいるっぽいんですよね。まあ本当に V は残してアイラインとかオーラインとか無駄なところだけ剃ってるっていうのはすごいいいかなって思います。アイラインとかオーラインとかに毛が生えてたりするのを見られるとちょっとやっぱお互い気まずい気持ちになっちゃうと思うんですよね。安心してね自信持って営めるように毛の処理をしてみるのをおすすめします。織物シート絶対見られたくないからタイミングを見て事前にトイレに行って外す、これ大事。織物シート結構つけてる方私の周りにも多いんだけど、織物シートのタイミングはね前の動画でも多分お話ししたと思うけど本当に迷うよね。けどやっぱ今日しそうやなみたいな時とかはこう事前に彼の家とかホテルとかに入る前とかコンビニとかのトイレでそっと外しておく、うん、っていうのをおすすめします。ちょっとやりそうだなみたいな、そういうことになりそうだなって思った時はちょっと事前に外しておくことをおすすめします。あそこ落ちるほど洗う、石鹸も使うけど主に大量の水で優しく洗い流す。石鹸でねゴシゴシ洗いすぎると逆に匂いの原因になっちゃったりするんですよね。あと私がよくやっちゃうのはなんか石鹸とかでこう酸性の石鹸っていうのかな、ちょっとさこう普通のさ固形石鹸とかってちょっと刺激が強かったりするじゃん。肌荒れしてる時とかにさあれで洗うとなんかこうちょっとピリピリするような石鹸とかでデリケートゾーンを洗っちゃった時に膣の中までさ痛いみたいな、痒いみたいな、なんかヒリヒリするみたいなことありません？たまに。だからなんかああいう時にデリケートゾーン専用のやっぱこう石鹸だったりとかソープとか
って大事なのかなと思うんですけれども、この中がさすごい大事な粘膜になってるから、石鹸もねちょっと刺激になりやすかったりするんですよ。なので、まあ、お水でねしっかりと優しく洗い流すっていうのすごい私いいなと思います。潤滑剤多めタイプのゴムにしたらあんまり濡れてなくても痛くなかった、おすすめ。これ本当に大事かもしれない。ポイでやっぱ濡れやすいとか濡れにくいとかって本当に人それぞれだと思うんですよ。で濡れにくい方とかだと、まあ、潤滑剤っていうねローションとは違 う、 こう滑りを良くするための潤滑剤みたいなのがあるんだけど、もうそもそも潤滑剤が多めのタイプのゴムだと自分がちょっと濡れにくいなって時とかでもスッと挿入までねスムーズにいけたりはするのかなと思うので、あすごい。でもねこの潤滑剤多めのゴム調べてみますわ。たっぷりゼリーとか岡本01たっぷりゼリー、汗かいて匂ってきたらムード壊れちゃうから脇にバン塗っとく、ついでに首筋にもボディミストも。汗対策結構大事だよね。唾とかってさこう常に汗かいてる状態だから、こう不意に出た汗とかもそんな匂い感じなかったりするんだけど、冬場の汗とかってなんか結構気になんない、これ私だけかな。冬にかいた汗ってなんかちょっと汗臭くない？すごい汗対策大事ですね。ありがとうございます。またにトイレットペーパーくっついてないか大事ですね。事前にシャワー浴びるっていうのも本当に大事なんだけど、シャワー浴びる前にもしかしておっ始まっちゃうっていうこともあるじゃないですか。トイレットペーパー対策大事ですよ。ビデとかでちゃんと洗い流した方がいいと思います。相手に言いづらいなと思うこともちゃんと話し合うことが大事。なんか体のお悩みとかさ、こううちら女子同士でお話をするのはお話しやすかったりすると思うけど、例えばパートナーとかに伝える時ってこれを伝えたらなんかちょっと嫌がられちゃったりしないかなとか、初めてっていうこと言いにくいなとか、そういうことね多分思うことかも多いと思うけど、なんか自分の不安だったり、なんか私の隣にすごいクレーンがいるんですよね。二人でね解決できそうなことはちゃんと解決して、不安ちゃんと取り除いて行為すること本当に大事ですね。そこで例えば男性がめんどくさがったりとか、なんかそれでもいいからみたいな感じで強引にしてくるやつには絶対にもう捧げないでください。あなたのね大事な体を捧げないでください。ちょっと不安を理解してくれて、ちょっと意識しながら改善してくれる人とだけ素敵な営みをしてください。毛の処理、オーラルケア、全身保湿、下着の上下揃えるです。大事。特に下着の上下を揃えるはまず意識しないとちゃんと揃わない系の女なのでマジで大事ですね。なんかせっかく彼とそうやって愛し合えるっていう行為をするわけだから、やっぱいつもよりは自信を持ってそういう行為に挑みたいですよね。ちょっとこう後ろめたい気持ちが何か一つでもあったらこう自信がなくなっちゃうと思うので、明日はみたいな時はこの毛めっちゃ大事。あと口臭ケアね。初めてやったのつい最近で、入れた時めっちゃトイレしたい感じになった。本当にかなり多かったんだけど、少し前にトイレに行っておくっていう意見がかなり多いので、初めてとかだとこの感覚がトイレに行きたいのかそうじゃないのかちょっとこう戸惑っちゃうと思うので、最初にねお手洗いに行っておくことをおすすめします。やったことないならそれは伝えた方がいい。もうそれはね本当恥じることではなくて、みんなタイミングが誰しもあると思うから、そういう自分をしっかりと受け止めてくれて優しく丁寧にやってくれる人と営みをした方がいいと思います。彼がトイレに行った瞬間見計らってデリケートゾーンウェットシートで拭いてますね。めっちゃわかる、これ本当に私もやってましたね。めっちゃわかるの、トイレに行った瞬間ねガーってやるよねどうしてもシャワー浴びれないみたいな状況の時とかはね、もしかしたら来るかもしれないので、彼と会う時とかはウェットシートとかね、デリケートゾーン専用のシート持っておくことをおすすめします。首とかお乳首に日焼け止めとか苦いボディクリームを塗らない。たまに苦いクリームあるよね。大事大事ですね。着圧タイツは履かない。ねえねえ、これ待って、わかるの、本当にわかるの、本当に気まずいですよね簡単に脱げないからコップ一杯水分を取る、声出すと意外と口乾きます。塗りやすくもなるらしい。ね、口乾きますよね。水分摂取はすごい大事だなって思います。本当に口が乾くんですよ後半ね。この方も水分を取っておく。で、口臭気になるのでお茶お水が良い。乾いてくると結構口臭が気になる原因にもなってきませんか、口が乾燥しちゃうと。なので口臭ケアとかの意味でも水分大事。あと私がおすすめしたいのは緑茶。緑茶はこう口臭とかの殺菌作用とかもあるみたいだから、ちょっとこう歯磨き事前できないなみたいな時とかはしっかりとちょっと濃いめの緑茶とかをコンビニで買ってぐちゅ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 ってして口の中をねすっきりさせておくことをおすすめします。やっぱね匂いがさ自分でも気になっちゃうとさ、すごい自信持てなくなっちゃうよね。はい、この方も舌をちゃんと磨く。もう本当に舌大事。舌が結局口臭の原因になったりするんですよね。
からの文字下もしっかり磨きましょう。鼻の穴の整備、下からアングルになるのに鼻毛とか鼻くそあったらマジ笑え。これ結構見落としがちなんじゃないですか。絶対別々でシャワー浴びる。私も別々で絶対浴びたい派なんだけど、シャワーでのイチャイチャうんぬん、毛の処理、匂いの確認、ゴシゴシ洗いたいじゃん。もうそんなのさ、だって一緒に入ってたらさ、できないですよね。ちゃんと自分の一人の空間で最終確認をお風呂でするべきです。デリケートゾーン用の石鹸でパックしたり、ボディースクラブでお肌をスベスベにします。すごい、意識がすごく高い。女の子側もピルを飲んだり避妊ってするもんなんですか。多分これ男性なのかな、女性かな。ピルってその避妊目的で飲む人ってあんまいないかなって思うんだけど、例えばこう生理痛が軽くなったりとか、こう生理のね周期とかを管理しやすかったりとか、こう自分の体のために飲んだりとかする方が多いんじゃないかなって思う。それの一環として避妊率が上がるよっていうことがあるとは思うんですけど、なんか女の子が避妊目的でピルを飲んでるとは絶対思ってほしくなくて、体のためだったりとか思ってピルを飲んでる子が多いと思うから、なんかその避妊のためにピル飲めとか、そんなクソ男には絶対にダメですよ、やっちゃダメですよ。避妊もね、もちろん方法はいっぱいあります。膣の中のコンドームみたいなのも今あったりするよね。コンドームでもかなりの確率で避妊ができるアイテムなので、しっかりと装着して避妊をした方が私はいいかなと思います。布団のセッティング、照明の調整、スピーカーでジャズを流す、インビザのマスピースは撮る。私個人的にインビザやってるのであらかじめ撮ります。私は撮ります。マスピース矯正やってる方気をつけてくださいね。意外と撮り忘れちゃったりするよね。あれ本当にこの人とやっていいかちゃんと考える、大事。やっぱりコンドームをつけたからといって避妊率がもう 100% 必ずってわけではないんですよ。どっちかが性病とか持ってる可能性とかもあるわけですよ。だから本当に適当な人とやって捧げちゃって自分の体が犠牲になっちゃったりしたら本当にそれが悔しいことじゃないですか。本当にこの人とやっていいか、かつこの人と恋した後にこの人は態度が変わんないかとか、なんかするのは簡単だけどした後の後悔ってかなり大きいと思うんですよ。適当な人とやっちゃったりしたら、だからそういうとこも軽く考えずにちゃんと考えてから恋をすることが大事だなと思います。トイレに流せるお尻拭きめっちゃ便利です。めっちゃ便利じゃんこれ、やばいだい。いい香りの香水つけるけど、つけすぎると苦い味させちゃうからポンポンでつける。優しいですね、本当に大事。飲ませすぎない、立たなくて3時間手前でお互い地獄を見たのでもうそういう時はもう潔くでやめることおすすめしますけれども本当に確かに男性の体事情もありますからね。シャワー浴びた後にする場合、お化粧ブラとかってどうすんだ、未経験な方が結構ね、なんかどこまで洗えばいいかとか質問が多くいただいてたんですけれども、お化粧を髪の毛とか一切洗わなくていいです。あとはブラとかも下着もつけましょう、ちゃんと。なんかね、多分ある程度髪の毛だったりとかお化粧とかがしっかりとある方がこう雰囲気出やすいっていうか、男性もちょっとこう燃えるなみたいな傾向あるんですよ。急にねすっぴんになっちゃうと、ちょっとすっぴんモードになっちゃうじゃないですか。体だけ念入りに洗って、何食わぬ顔で下着とかもしっかりつけて彼の前に現れることをおすすめ。胸を集めてブラにしまう、かわいいかわいいこれちょっと特殊なんだけど、じゃんけんして勝った方が本日の単位の流れを決めるかわいい自分の排卵日をちゃんと確認する。特にこうゴムだけで避妊とかができるのかって怖い方とかは、ちゃんと自分の排卵日を確認して行為をすることを本当におすすめします。私結構ね、排卵日付近とかになると挿入するとね痛いんですよね。これで私一緒の方いないかな、どうなんだろう。まあ、それもだし、こう私はルナルナ使ってるんだけど、妊娠の確率が高い時期とか低い時期とかあるから、まあ、排卵日前後とかはなるべく控えて、ゴムで防げない人はこうタイミングとかもちゃんと見て自分で防ぐっていうのはすごい大事かなと思います。大親友、喘ぎ声が出るかセルフチェックしてますしてそうで笑ったできるかな。はい、ということで今回は営みの前に気をつけてることを大先輩たちに教えてもらいました。なんか私が言うよりも実際にみんなとね近いような私の視聴者さんだったりフォロワーさんだったりとか、バクラのねみんなからの意見の方がみんなもリアルに実践しやすいかなと思って、まあ、ちょっとこういうね動画にしてみました。私はね全部大事だなって思うことしか今日お話ししてないので、ぜひ皆様で実践してみてください。今日の授業は以上でございます。ゲストのエミ先生企画でやってほしい内容だったりとかあればコメント欄、私の DM に送ってください。ということで今日の動画以上でございます。今日のね質問だったりとかは随時インスタグラムのストーリーとかで募集してるので、ぜひ私のインスタもフォローして皆さん参加してください。ということで次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。